農業被害を少しでも減らすための害獣駆除にご理解とご支援をいただきましていつも本当にありがとうございます今回はあの捕獲ではないんですけどもあの、まあ、アライグマの行動ですね実はこの前の日に、えー、今年生まれた子供2頭を捕獲しております 捉えるカメラにもしっかり映っていたんですけども実はあのこれ害獣駆除の9091あたりで、えー、編集してアップ予定してるんですけれどもあのアライグマキャッチャーに母親と子供2頭が1つのアライグマキャッチャーに餌が入ってるというのでみんなで取り合いになっちゃいまして。 で結局、まあ、お母さんが、その、主導権を握りまして、子供たちを追い出したんですね。で、その後に、まあ、あのー、子供たちが、まあ、キャッチャーと箱穴に入って捕まっちゃったっていう、あのー、動画が、まあ、いつになるかわかりませんけども、あのー、映ってるので、それは編集したいと思ってます。 非常にドラ,ドラマチックな映像になってしまいましてあのそれ見た感じだけではあのアライグマっていうのは母親が罠にかかってるのを見て子供はそれに対してあまり気にしないというかまた子供が罠にかかってても母親はあまり気にしないというか。 動物野生動物なんでまあ自分が生き残れば子孫は自分が作ればいいという考え方なのか非常にこの母性愛というのは育ててる時はあるんでしょうけどもまあ離乳期終わって実際にもう自分でこれねこの上のところネズミがいるんですよ。 ちょろちょろと話変わってすいませんけどこれあのアライグマの餌を狙って降りてきて針金伝って降りて今ペットボトルのとこまで行ってるんですよねたまに餌減ってるから変だなとは思ってたんですけども実はこのネズミちゃんがこのちょっかい出して食べてたと まあネズミとアライグマがバッティングすることは今まで動画では見たことありませんけどねえどこまで言ったっけああであのその離乳してしまったらもうあとはあまり関係ないみたいなお母さん助けてでもなくお母さんも助けなくっちゃっていうわけでもなくああこういう動物なんだなっていうのが ちょっと驚きでしたね、生態として。ああ、これはオスですね、この大きさは。最初に映ってたのはメスでしたね、だから多分、昨日、もしかしたら昨日の捕まえたこっこの母親だったのかな、なんてもであってほしいなという思うんですけども、その辺、非常に冷たい動物ですね、アライグマ。 私が見る限りでは。でやっぱり警戒してまあここだけで罠が今4つかかってるんでまあいろいろ考えながら彼らも今奥にいますよねこれここかなメスメスかな ここならもっとこの出てくるんですよね。ちょろちょろっとここだけで今年何頭捕まえたかな。十五六捕まえてるんじゃないですかね。でもまだいるんで、まあ一年間に子供が子供を産むメスがまあだいたい一頭が。 まあ3頭から5頭ですか大体産むんですけどもまあメスが4頭いたらここ20頭ですからねここですよねこれねうんうんここですよねまだいるのかそうなると。 まあ私もここでメスは3頭3頭ぐらい捕まえてるかな昨日この前の日昨日ですか、えー、7月の25日24か25かメスに逃がしてますけどもあメスだすごい警戒ですよね 一回箱罠下げるっていうのもも手ですけどもねもう重たいんで1回持って帰ると。でケートライン乗っけたまんまでもいいんですけども,もうガチャ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 後ろで荷台でうるさいし鹿の鹿のこの、ね、駆除の罠やらスコップやらそれも乗っかってるんで乗っけたり下ろしたりが面倒くさいんで。 そこにまたこのでかい箱穴のっけちゃうとますます邪魔くさいと。はいいもうええー、さ。 食べ物ですよね今日そしてねあの7月の26日月曜日なんですけどもこの編集してるのがちょっと餌をまたあの変えてみようかなと考えましてちょっとそのいきなり箱の中に入れてねあのやるよりもその辺にちょっとばらまいてみて、ま、食べるかどうだかちょっと様子を見ようかなと。 カメラもからきっと見えてるでしょうから。気になるんですよね。これ何なんて、えー。餌入ってんのは分かってるんで。まあ、なんとか取りたいなと。 ああ、こっち来てますね同じ個体ですよねネズミどっか行っちゃいましたね、そういやねああ、まだいるまだいる これ時間が合わせたんで1時43分ですか。うん おぉ、これですこう。カメラ、木に縛り付けてるんですけども。はい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 。何これって顔を出したんですね、きっとね。ああ。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、これからもどうか、またよろしくお願いいたします。